スキー場にて撮影した、英現実、英現実とは、太陽から地平線を挟んで、正反対の真下と同じ高度の離れた場所に、虹のように分光した光の帯が見える、大気光学現象のことである。真の太陽に対して、現実という現象が存在するが、真の太陽の真下にできる英比に対してできる、現実が、英現実である。英比と英現実の間の四角度は22度である。 エイ比の右側と左側に一つずつ、計二つ出現する。雲の中に六角盤状の氷彰があり風が弱い場合、これらの氷彰は落下の際の空気抵抗のために地面に対してほぼ水平に浮かぶ。この氷彰のある四角形の側面から屈折しながら太陽光が入射し、それが底面で反射し、一つ飛ばして隣の四角形側面から出さして見えると考えられている。 屈折2回、反射1回を減る。地平線下にあるため、普段は見ることができず、飛行機や鉱山からしか見られない。また、氷床で太陽光が全反射して見えるため、太陽高度があまりに高いと全反射しなくなって見えなくなる。屈折を伴うので、光の波長によって屈折率が異なる関係で、太陽光は氷床を通った後に分光される。 現実と同じように、太陽に近い側が赤色、太陽から遠い側が紫色である。エイ比アークが見える場合、エイ比アークは、エイン現実を通る。ありがとうございます。